この間先月ですけどね、福島県の伊達市っていうところで演芸会があったんですよ。で新幹線でまあ行ったんですけど、で僕あの窓側にこう座ってて、で横がですねあの若い女の子がこう座って、で自分の席の前にキャリーバッグを置いて、あのテーブル出して、なんかね付け爪みたいのこう ああいうネイルのなんかあるんですかね。で横でちらっと見て、あ女子だななんて思ってて、でこうネイルがひとしきり終わった後今度寝始めたんですよ。で心の中でのんきにね、あネイルの後はネイルかなと思いながらね。でそのうちちょっと僕おしっこしたくなっちゃって、トイレ行きたくなったんですよ。だけどこれトイレ行きづらい状況じゃないですか。寝てるし、キャリーバッグ置いてあって、テーブル出して、そこにスマホとか小物入れとか置いてあるわけですよ。起こすのも悪いし、これどかすのも大変だなと思って、まあ起きるまで我慢するかと思って30分ぐらい待ったんですよ。したらまあ限界に近づいちゃって、あこれもう悪いけど起こそうと思ったら、その時に目覚ましてくれたんですね。でごめんなさい、ちょトイレ行きたいって言ったら、ごめんなさいってすぐ片付けてくれて、でトイレ行ったんですけど、男女共用と男用どっちも使用中だったんですよ。俺トイレの前でマジでやばい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 って、本当にこんな感じやばいって、もう身もだえててこんなになって、そしたら男用が空いたんで、もうすぐ入ってって間一髪セーフだったんですね。あのおしっこは漏らさなかったですけどね、やばいやばいっていう不安は漏らしたっていうね。ありがとうございます。で福島着いて、そこから車で伊達市のその会館まで行きましてね。で会館の楽屋口に張り紙してあって、マジですよ、小便禁止って書いてあったんですよ。そこでいるんだする人と思って、俺も新幹線でやらかしたら座席に貼られるのかなとかね、いろいろちょっと思いましたけど、まあそれはないだろうけどね。で、その演芸会が一緒のメンバーが三遊亭遊雀師匠というですね、もう僕がもうお世話になってる大好きな師匠ね、それと初めてお会いする王子夏子さんという方で、この王子夏子さんは何をやるんだろうと思ってチラシを見たら、一人ミュージカルって書いてあるんですよ。一人ミュージカルってちょっと食いつかないですか、何これっていう感じしません。で、あの順番的に王子さんやって、俺やって遊雀師匠で、だから遊雀師匠と二人で王子夏子さんをね舞台袖からネタをずっと見てたの。これがめちゃくちゃ面白かったんですよ。本当にその名の通り一人でミュージカルやったり、ウクレレでミュージカルの名曲歌ったりとか、あといろんな声をその場で録音して、それを一斉に流してコーラスみたいにしたりとか、あとパントマイムとかね、本当に芸達者な人で、あっという間に30分が過ぎたんですね。であの東京演芸協会ってとこ入ってるらしいんで、浅草東洋館の下関出てるんで、よかったら興味ある方はね。でドア玉ね、結構際どいショートパンツ履いてね、それであの、キレのあるダンス踊り出して、それはちょっとドキッとしましたけどね。あのさすがねミュージカルですよね、2つの意味で過激だなと思いましたね。であとこれちょっと余談なんですけどね、楽屋で遊雀師匠とちょっとこう喋ってて、で遊雀師匠がねずちゃんさっつって、この間寄せにさ、あの中学時代の恩師が40数年ぶりにさ来たんだよ、嬉しかったよって話して、あそれ嬉しいですねって言って、あの俺が中学の時さ、大学出てまだ 2,3 年ぐらいの若い先生で色っぽかったんだって言うんですね。あ女性の先生なんですねって言って、そうだよ、なんせさこうやって歩くんだぜって言うんですよ。こうくね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 、うふんみたいなね。でなんかマイチングマチコ先生みたいですねって言って、もうまさにそんな感じっつって、でその先生がさ、あの40数年ぶりにまあ会ったわけだけどさ、えあの寄席の楽屋いたら寄席のスタッフがこう来てさ、あの吉田さんという方が遊雀師匠にご挨拶したいらしいです、何でも中学時代の教師だって言ってますって言ってね、え吉田先生ってなって、ただあまりにも久しぶりに会うから顔見ても分かんねえだろうなと思ったんだけど、すぐに分かったんだよって言うんですね。で あんまりお変わりなかったんですねって、まあね40数年経ってるから、まあ年は確かに取ったよ、だけどさ面影あるし、それより何よりこうやって歩いてきたんだよそれすっげえ面白いじゃないですか、歩き方全然変わってなかったんだぜっつって、うわめっちゃ面白いっすねっつって、でさあのね頑張ってるわねっつって、これ差し入れって和菓子くれてさ嬉しかったよって言うから、ああそれは嬉しいですよね、まさに和菓子の恩ですねって言ったんですよね。そしたら遊雀師匠が、おい根津ちゃん
最後持ってくなよ、寄せよって言われましたけどねまあそんなのがまああったりとかして、で福島の演芸会終わった後、僕そのまま仙台に行きましてね、仙台に花座っていう落語芸術協会の寄せ小屋があるんですけど、そこでこのライブね、ねずっちのいろいろしてみる60分をやってきたんですよ。でコロナもあって仙台でやるのはもう3年ぶりぐらいだったんですけどね、満席のお客さんで大盛況だったんですけど、でお客さんでお盆ガールさんっていうね方がいましてね、お盆こぼんのお盆師匠の追っかけで浅草東洋館しょっちゅう見に来てて、そのうち漫才協会全体を応援してくれるようになった方で、仙台に住んでんですよ。だから仙台から東洋館しょっちゅう通うんですけど、で出てったら目の前にね、平野さんの席にそのお盆ガールさんがいましてね、でうちは2枚持ってるんですよ。これいつもそうなんですけど、片方に整いましたって書いてあって、片方がねずっちですって書いてあるんですね。で僕が謎かけやるときに整いましたって言うとスッと片方上げるんですよ。で謎かけやってねずっちですの瞬間にスッとこっちを上げるんですよ。でこの動きが結構僕舞台から見て好きな、可愛いなぁなと思ってて、で今回は祝仙台公演っていうボードも新たにありましてね、あ新しいやつまた作ったんだなぁなんて思ってて、で目の前いるからカンペ係やってもらったんですよ。ねえほらねえ平野さんが来なかったから仙台ねえ、なんで仙台公演来なかったんですかそんなこと言われてもですか、すいませんね本当にね、まあ、それしょうがないよね。でお盆ガールさんにこれをやってもらって、で僕もうっかりしてたんですけどね、漫談が全部終わった後にこのスケッチブックをね受け取ればよかったのに、持たしたまんま謎かけコーナーに入っちゃったんですよ。だからお盆ガールさんこうやったまんまでうちは結局使えなかったんですよ。でも考えたらお盆ガールさんもお盆ガールさんじゃないですか。そのスケッチブックを膝の上かなんかに置いてね、うちはこうやってくれたら済むのに、ずっと終わった漫談のカンペを出し続けてるんですよ二人とも天然だななんて思ってね。で終わった後外でお盆ガールさんが話しかけてきて、で根津さんお疲れ様なんつって、祝仙台公演ってボードは何作ったんですかって言ったら、違うんです、この間花座でおせつと京太が単独ライブやって、おせつと京太のおファンのゆかちさんがあのボードを作ったんですよ。で見たら名前が入ってないから、いろんな芸人さんの時に使えるなと思って、それを私が譲り受けて根津京を根津さんの時に使い回しましたって言うんですよ、ね、使い回しましたって言い方っつってね、確かにそうだろうけどさみたいな。でもねゆかちさんって方からこうね受け継いだわけだから、お盆ガールさんは2代目っていうことですよね。さすが場所柄だよね、そこに先代の存在があったっつって。千葉県に九十九里浜ってあるじゃないですか。あれなんで九十九里浜って言われるようになったか知ってます？あれね、最初百里浜にしようとしたんですって、ね、ただ実際百里もないし、それはいくらなんでもやりすぎなんじゃないかっていう意見が出て、なるほどその意見も一理あるねって言って、じゃあこの一理を引いて九十九里はどうってなって九十九里浜になったんですって。勉強になるでしょ、ね、これが本当の話だったらね千葉だけにね暴走しちゃった